こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日はトラブル防止策ということでね、サポートをしていて、たまにあるのが、まあ、アマゾンからに連絡が来て返事、すぐ返事したとかね、あるいは、アマゾンにちょっと聞きたくて質問したとか、または、購入者に返事したというのがね、その返事が、うわ、まずい返事してるなということがね、たまにあります。 まあこれなんでまずい返事してるかわかるかって言うと、まあ大体まずい返事しますからね、えー、まずい事態になって、その時に相談来ると。で、正直、間違えた対応してこじれたものを、ね、初めから相談して、えー、やり取りしたように何事もなく、ね、スムーズに解決するってことは、まあ、まず難しいです。まあこじれたものは、ね、元には戻しにくいと。まあ、オーストラリア。 アマゾン室は英語はできなくてもできます。というのは言えますけど。しかし、それはね、無料翻訳ソフトを使うからとか、英語は割と得意なんでね、わかるから、ね。あ、まあ違うか。英語は得意だからわかるって,って英語できますね。あの、無料翻訳ソフトを使うからとかね、英語できる友人がいるとか、まあそういうことじゃなくて、まあ、私のサポートを受ける、ね、受けてるから、まあ、 このやり取りでいいでしょうかとか、まあこの質問でいいでしょうかというのを相談してもらってね、まあ、うん、こういう言い方に変えましょうとか、まあそれはいや質問そのまずいですねというような判断をしてるから英語はできなくても大丈夫と。で、まあ正直私のサポートに入ってきた人で、まあ予想のサポートを受けてて、あるいは自力でやっててね、まあまずい事態になったアメリカ、 できなくなっちゃったとか、ねえー、ebay 全然儲かんなかったという人いますけど、は、まあ、初めから私のサポート選んでくれりゃ何の問題もなく稼げたのにねというのがね、よくあります。まあ、これどういうことかというと、まあ、日本人が勘違いしやすい英語ということでね、まず、島国で多民族との交流がない日本人は、日本が特殊な文化を持った国だということを理解してませんと、まあ、自覚がないんですね。 でよく言われる、まあ、外人は謝らない、えー。これは間違いを認めないという単純なことではないと。えー、日本は逆に、ね、まず、すぐにお詫びする。まあ、逆に、すぐその、素早くお詫びする、えー、姿勢が問題をこじらすことが多いです。でまあ、これね、詳しく説明すると長くなるんで、まあ、要はサポートを受けている人定の要点は2つ。まあ、購入者や、 amazon から連絡があったら、返事をする前に私に相談してください。また、amazon に何か質問したい場合は、amazon に質問する前に私に相談してください。これは、個別サポート、マニュアルサポート、マニュアル特別モニター、いずれのサポートプランでも一緒です。あのマニュアルサポートだから返事は個別にアップグレードしてくださいとかそういうことはないです。amazon からどういう連絡来るか。 でどういう引っかけがあるか、そういうのはね、分かって共有したいんで、えー、ぜひ相談してください。というかう、相談されずに返事してるとね、あるいは相談せずに質問してると、まあ、大抵まずい事態になります。気づかずにまずい対応してる場合が多いです。先ほども言いましたけど、初めにまずい対応してしまって、あるいはね、ヤブの蛇をつついてしまって、こじれてから、まあ、これなんとかしてくれと言われてもね、 こじれたものを何とかするのは非常に難しいんで、まあ、大抵損をする解決方法しか落ち着かない。ね、初めから相談してくれれば問題ないのにねということが、ね、多々あります。でその時1点ね、まあ、なんか自分が間違えたものを送っちゃったとか、ねえー、間違えた配送をしちゃったとか、アマゾンがこの文面翻訳すると怖いんですけどというような感じでも、まあ、返事を急ぐようなことは書かれてても、ね、気にしないで相談してください。 まずは誤ってとかやっちゃうのが最悪の対応です。オーストラリアアマゾンで、展示が1日遅れたからといって深刻な事態になることはありません。それよりも、間違えた返事をすれば必ず損をする結末になります。ああ、なんですぐに返事したんだろうと。ね、初めから相談してもらえば何の問題もなかったのに。そんな風に思うことがたびたびあります。日本の常識は世界の非常識。 とは言ってもね、日本人ですから、日本語はわかります。しかし、日本語がわかっても交渉は難しいです。これ、日本人対日本人で同じ常識を持ってるはずなのに、交渉とかね、連絡、やり取り、質問、ね、難しいです。で私は不動産の仕事で20年間、無茶を言う客や業者に対応してきました。またね、言っても全く理解力低くて理解できない人とかもたくさん不動産界隈にはいます。 日本語での交渉ができて初めて、英語での交渉もできるようになります。これあの、日本語でも交渉難しいと思うんですよね。で、日本語での交渉、単一民族で、日本語対日本語で同じ常識を共有しているはずなのに交渉ごとは難しい。そうなればましてやね、他民族国家で英語がおぼつかない、これで交渉して問題なくうまくいくわけがないというのがね、現実です。 英語が分からなくても、翻訳ソフトで OK なんてわけはありません。英語が分かっても交渉は難しいですで。ちょうどね、今、もうたった今、このね、記事書きながらメールチェックしたら入ってた脱力メール。ね日本人、相手日本人で日本の会社ですけど、えー、日本の大手輸送会社とのやり取り、ね。私が海外からワインを輸送してて、まあ、自宅へ配送となってたものをね、えー 倉庫会社のワイン保管倉庫に変更、配送先を変更してます、ね。家でワインセラーないんでね、えー、専用の保管倉庫に入れるんですけど、で、倉庫会社のワイン倉庫に送ってくれと言って、来た返事がこれです。時間指定はいただけませんが、お届け先はどなたかお受け取りできる方がいらっしゃいますでしょうか。ね、ワインの保管倉庫が受け取りできなくてどうするんだってことですし、 ま、この会社はね、その倉庫に何十回もワインを送ってるわけですから、この人が誰かに聞けば、すぐにね、まあ、そこは、あ受け取り、あの、どう、どうなってんねっての分かるわけなんですけど、まあ、そういうことをせずに、ね、この間抜けな返事を返してくると。まあ、あ倉庫会社のワイン保管倉庫ですから、24時間365日、人がいるに決まってます。逆にね、無人の時があるとかね、えー、送ってきても受け取らないことがあるとか言ったら、その、 保管倉庫の保管サービスになってませんからね。そんなわけありませんけど、まあ、ただ、私の交渉相手はそんなことを知らないわけです。ただ、これは日本人だからね。えー、まあ、割と優秀で、えー、日本の会社ですから、アマゾンよりは親切に上司との、ね、情報も共有する仕組みはあるはずなんですけど、この有様ま。ね。ましてアマゾン。ね。あるいは海外の購入者。もっと当たり前のことも分かってない人たちが大勢います。 これを日本で暮らしている感覚でやり取りしていれば、何でもないことはこじれてトラブルになります。Amazon の常識は世界の非常識。Amazon 偽物疑惑、Amazon への質問、Amazon, への Amazon で生き残るためにはコツがありますので、Amazon で生き残るための対応方法をサポートします。でこれ Amazon へサポート内容に書いてある文面ですけど、英語ができなくても大丈夫。 全部私が翻訳して適切な返事を教えます。あなたがすることはコピペだけです。というよりね、むしろ Amazon や購入者への対応は私とのやりとりでコピペしかしない方が無難です、ね。誰か英語のできる人に聞いたり、あるいはね、検索して自分で調べたり、翻訳ソフトを使ったりして、それで返事をすると、ね、合ってる時もあるでしょうけど、間違えた時の、ね、対応が 面倒ですし、まあ、せっかくね、サポート受けてて、それはあの別にいくら相談したってねあの、追加料金かかりませんので、ね、私のサポートは。えー、ですから、えー、事前に相談してください。まあ、Amazon で行くの食うためにはコツが要ります。実際問題、最近ね、えー、サポート入られた方も、アカウント、アメリカのアカウントサスペンドされてますけど、うん、まあ、どう考えてもね、 私のサポートを選んでりゃサスペンドされなかったのにというのがね、いや多々あります。これはね、もっとみっちり言ってね、まあ、もっと私のサポートを受ける人を増やしたいという気持ちもあるんですけど、まあ、もっといいそれより何よりね、あの、対応方法を間違えてます。英語わかるとか文法ど,どうのとかそういうことじゃなくてね、質問とか返事は全て交渉なんで、間違えたやり取りすればね、こじれますんで、返事をする前、 質問する前に私にご相談ください以上 Amazon 室サポーター堀秀夫でした